クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。天然からのロイライなんでね、まあ、はっきり言ってでかくはないんですけど、ああ立派ですね。ああよし、どうもこんにちはです。クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、クロネコはねぼちぼちというか体調もよくね、うん、ちょっとずつこうねダイエットしながらね生活をしております。やった。はーい、どっかで見たことあるんですけどね、僕の指なんかカブトムシの幼虫みたいってね書かれたことがありましてね、どこで見たんだっけな。うん、まあ、確かに丸々して幼虫の指ですねこれはね。うん、やった。はい、多少はね気にしております。はい、できました。なんちゃって、今日はねクワガタを掘り出していこうと思います。うん、掘り出すクワガタたちこちらでございます。えい、はい、こちらですね、大クワガタ、黒猫血統の大クワガタちゃんでございます。まあ、あの番組名にちなんで呼んでるわけですが、まあ、ちょっとね恥ずかしいかなというね自分で言ってもあれなんですけどね、今日はこの子たちをね掘り出していきたいなと思います。では今日もね掘り出し頑張っていきましょう。準備は整った、いきましょう。まあね、天然からのロイライなんでね、まあ、はっきり言ってでかくはないんですけど、うん、まあそれだけにねあのちょっと自然を感じれるかっこよさです。でね7センチ超えを狙ってるんですよ。今71までは出てるんですけど、それ以上出るかどうかそこですね。お、いいんじゃね。さあ早速出てきてどっか行っておりますが、おう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 、ああ、よし、まあ、綺麗にね浮かしてくれてますね。あ、大きさ的にはちょっと測ってみないとわからない。まあまあでかいですけどね、ヘッドものはねこんなもんじゃないんですよ。もっともっとでかくなります。はい、一頭目こんな感じの子です。うん、そうだな、どうかな、うん、わかんない、測ったで測ってみましょう。やった。さあ2頭目掘っていきましょう。うん、どうだろう、よし。さあ最後ね、交換遅くて食わなかったんですね、速攻用室作っちゃって。お、でかいんじゃない、出てきた出てきた、ああ、おー立派立派。はい、ああ立派ですね。うん、これはね7センチありそうな気がする。まあまあ大きさを感じますね。さあ立派な子がね2頭目出てきました。いいですね、これに続いてほしいな。やった。さあ3頭目いきましょう、どうなんだろうかね。よっ、うん、キノコがねヨッケ生えてます。ヨッケって方言か。あ、ボコって出てきた。うーん、そうだね、ちょっと可愛いサイズかな。ね、さっきの子たちよりは小さいかなという感じがしますが、元気ですね、大クワガタって感じがします。うん、こうやってこう音らしいんですよね、大クワガタ。よし、さあいよいよ最後の子ですね、4頭目。これであの黒猫血統の大クワガタ全て掘り出したことになります。はい、行きましょう。
どんな奥さんの子が出てくるんだろうか。かっこいい子だったらいいな。お、出てきた。あ、まあまあのサイズじゃないかな。よっ。まあ、大きくなかったね。うん。天然採集から類出したこんな大きさですよ。だいたいまあ7センチいくかどうかっていうね、その辺だと思います。それがまあ普通っていうかね。うん。だから血統のものね、大きさがいかにすごいかというのがね、よくわかりますね。はい。うん、かっこいい。ね、顎がいいですね。おとなしい大クワガタですね。さあ、お楽しみの計測タイムといこうじゃないですか。よし。うん、これぐらい広げてから大丈夫ですね。さあ、ではまずこの子からいきましょう。そんなに大きくはない子ですね。一番ちっちゃかった子。さあ、何センチかな。7センチはないと思うね。6センチ。5は行くのかな？行かないのかな？よし。ちょっとピントが合わないんですが、こんなもんですね。この子、6.3 センチですね。うん。綺麗に浮かしてくれました。類代はできそうです。次はこの子。ちょっと元気ですね。さっきの声は大きそうです。いきまーす。こんなもんかな？こんなもんかな？こんなもんですね。この子は 6.5 ですね。うん。はい。こんな感じです。次はこの子行きましょう。さっきの2匹よりは少し大きいかな？うん。こんな感じですかね。はい。この子の大きさですが、68ぴったりかな？うん。68です。いい感じじゃないですか？さあ、最後この子行きましょう。うん。この中では一番大きそうな感じがします。70は超えてそう。71より大きいかどうか。うん。疲れてる。疲れてますね。はい、この子の大きさは71か。71か。71です。そうか。頑張っても72は出ないな。うん。ま、前回70ミリだったんでね、1ミリ伸びた感じでございます。やった！お疲れ様です。ということでね、来シーズンの親たち、オスがね、全部出揃いました。まあ、メスも全部で揃ってるんですけど、とりあえずオスだけ紹介しようかなと思います。全員ね、71ミリですね。うん。71ミリで出揃いましたね。はい、この子たちをオスの親として、次のシーズンブリードしていきたいなと思います。ちょっと見てみましょう。この子たちでございます。ね。みんな元気。うん。やっぱ兄弟だけあってね、めちゃくちゃ似てますね。はい。この子とこの子とか、めちゃくちゃ似てるんだけど。まあ、当たり前か。全部、オークワガタだしな。うん。いや、いい感じですね。うん、こうやって見るとやっぱこう迫力ありますね、オークワガタ。うん。さあ、ね、元気ですか？はーい、元気ですね。いや、なかなかかっこいい。うん。この子も。お、いい反応だね。
いいですよ。はい、元気ですか？元気ですね。ああ、足はみ出しちゃって。挟まれたら痛いだろうな。はい、この子も、元気ですか？元気だねー。ねえ、いい感じでございます。はい、ということでね、この子たちを親にして、来季ブリードね、頑張っていきたいなと思います。ね、どれも、かっこいい子たちです。わ、ほんとかっこいいな、これ。かっこいい。ねえ。はい、今日はね、これでお別れとなります。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。